さあ、どうやってなんか拡張していくのかな。おお、ジュリが泳いでる。ジュリだ。こっち来るんだ。おお、目の前でサメ乗ってます。とりあえずもう何より集めてなきゃいけないんだよね。オッケーですよ。よしね、一個椅子を置いたから疲れたら座って。絶対その椅子今もったいないことしたでしょ。一応座らせてもらっていいですか。あ、いいね、休めてるね。休めてますね、だいぶ。ちゃんと物資集めて死ぬよ、君たち。はい、すいませんでした。申し訳ありません。すぐ死ぬよ、なめんな。俺、このゲーム最高に好きかも。喋らなければ喋らないほど俺好きなゲームなんですよ。ごきげんよう。ごきげんよう。イエーイ、イエーイ。さあ始まりました、ジャニーズゲーミングルーム。今回はこの3人でお送りします。お願いします。お願いします。お願いします。さあ、ということで今回プレイするゲームはラフト。ラフト、はい。このゲーム知ってる人、はい。じゃあ説明しましょう。ちょっとすいません、説明しましょう。申し訳ないです。なんかね、佐久間と勝利と浩司が一度やったみたいなんだけど、サバイバルゲームですね。なるほど、いいね、なるほど。じゃあそういうのをね、体験してみようということで。なるほど。そう、キャンプとかはみんな。キャンプもしないな。しないんだよ。家でゲームっすね。いや、そう。そうなんだよね。でもこれサバイバルゲームすごい好きよ。いや、本当やってた。これじゃないけど。これインドアな俺たちは外に出るいいきっかけになるんじゃないか。でやってみようか早速。はい。OK。まあまあこういうのってあれよね。結局空腹と水っすね。水が命取りだから常に確保しておいた方がいいんだよね。ジュリがイカダに乗りました。え、遠い遠い。ジャンプ。ちょっとちょっと。あ、捨てちゃった。あれ何これ。ちょっと待ってください。なんで俺だけイカダに乗ってない。まあそういう日頃の行い。俺結構ちゃんとやってるんですけど。とりあえずイカダニのとこ向かいますね。お二人がいる。イカダ来てよ。あ、これでなんか物を取るんだね。なんか取ったよ。拾うっていうのはどれだ。あ、プラスチック拾ったよ。あ、これ泳いでたら俺いっぱい拾えますね。でもサメいたよ。え、じゃあ俺食われる可能性あるってことですか。サメいたからね、気をつけないと。オッケーです。え、タマなんか拾った？プラスチックなのこの容器。おお。俺今泳いでるんで。どこにいるんだよ君は。浮かんでるやついっぱい拾っていっていいですか。え、やばいやばいやばい。俺サメに絶対に噛まれてる。え、そういうこともあんの。早く乗りたい乗りたいですよね。おお。俺今めちゃくちゃ多分サメにやられてる。よし、タルゲットした。ナイス。お、お、なんかジュリー、これなんだ。はい、来てくれ。今行きます。プラスチック、なんかプラスチックばっかだな。じゃあどうやってなんか拡張していくのかな。おお、ジュリーが泳いでる。ジュリーだ。こっち来るんだ。おお、目の前で。サメに持ってかれた。ちょ、一回ちょっとその俺のフックとかも何もないんだけど。やべやべ、落ちた。なんかこの状態で落ちるのすごい怖いわ。あ、お、なんか。行って。サメ来てます。サメ。ちょっとごめんなさい。なんか。あっぶねー。ちょっととりあえずやっぱ物資を集めなきゃダメだね。そうですね。何よりね。とりあえずまずは漂流物集めまくんないとどうしようもないのか。そうこれ届くのかな。届かないか。え、この厚い板があればイカダでかくできそうじゃない。いや、多分そういうことっすよね。うん、多分それもクラフトしていくんでしょ。これか。イカダは家で、フックは友達だ。ロープが必要だけど、ロープも多分作るんだよ。新しいの作る。ロープはヤシの葉から作れるっぽいっすよ。あ、俺ね、なんかね、ヤシの葉持ってるよ。え、なんかサメ来てる。え、なんかサメが食ってった。あー、はいはい。で、ロープは何が必要。ヤシの葉。あ、ロープ2つか。プラスチックフック作る。これはもういっぱい作っといて。よし作っとこう。で、建築ハンマーを何より作んなきゃいけないんだよね。イカダは家でフックは友達だ。作る。はいはいはい。建築ハンマーが今度できました。そうすることによって何ができるんですか？一回戻ってみます。もっとパーツを用意する。なんだこれ。俺はフックを作んないといけないんだよな。ああ、なるほどね。増築できるよ。マジっすか？ちょっと伸ばそうか。そうっすね。その方が多分漂流物も取りやすくなるんですかね。ここ。お、すげえ。ここ。OK。足りなくなった。
したらまた木とプラスチックを永遠に集めるんだ。なるほど。うん。とりあえずもう何より集めてなきゃいけないんだよね。オッケーですよ。よし。ね、一個椅子置いといたから疲れたら座って。絶対その椅子今もったいないことしたでしょ。一応座らせてもらっていいですか。あ、いいね。休めてるね。休めてましたね、だいぶ。ちゃんと物資集めて死ぬよ、君たち。はい、すいませんでした。申し訳ありません。すぐ死ぬよ。海舐めんなって。海舐めんな。とりあえずなんかさ、水のボトルみたいなやつ探す、取ろうよ。オッケーです、オッケーです。あれがないと、多分俺たち水のカップ、あ、よし、届かないのか、これ。拾ったぞ。あ、でもこれ、おお、なんかサメがいる。えい、ねえねえ、サメが食ってるって。やばいって。え、なるほどね、サメは定期的に壊しに来るのね。ちょっと待って、増築もしつつだよ。ちょっと待って、俺、なんか近い。ちょっと、マジでさ、やばいって、増築、ちょっと意識してこう。プラスチックは作れる。よし、これで。これ日が暮れてきてる？やばいって。やばいね、やばいね。やばいって。これ多分照明も作るんだよね、きっと。あ、オッケー。ここに置こう。あ、ちょっと邪魔でした。ここに、あ、こう置いた。はい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 。で、ここに決定が何ボタンなのかよくわかんない。板入れて、で、これを R に。四角か。あ、いけたー、四角だ。あー、分かった分かった、やっていける、はいはい、これがいつできるんだ。多分いけんのかな。俺も水がないな、水分が。これ飲めるかな。あ、かかるんだ時間。じゃあこの間に、あー、増築できた、増築できた、やっと分かったやり方が。で、次は、あ、来た、これで飲むいけんのかな。あ、来た、新鮮な水のカップ。で、これを飲めば、あい、これだけ。水くれ。回復してんのかね。俺は水をくれ。増築も必要ですね。なるほど、はいはい、了解了解了解。なるほど。水汲めばここにあります。え、カップ作ってもらって、はい、カップはどうやって作るんですか。カップが必要なの、探してください。はい、熱い板があと4つあれば。そうだね。お、ごめん、俺も今板0枚だ。あ、あー、投げちったスクラップ。あ、もう終わり。はい、もう死亡です。あれ、プラスチックもゲットした、はいはい、水飲み場なくなりました。え、ちょっと待って、水飲み場、おい、水飲み場、すいません、水飲み場見てないですか。いや、見てないですね。もう喉カラカラで生きてます。まさかサメにやられた。ちょっと役割決めよう。ありです、ありです。じゃあさ、はい、俺頑張って素材集めて水飲み場だったり、はい、グリル作るからさ、食料系ですね。増築班も欲しいね。僕増築します。じゃあ、そしたらじゃあもう一回作るのね、これ。これは大変だ。板とプラスチックか。とりあえず板とプラスチック集めて。増築班、はい、急ぎます。お願いします。俺も泳いでいっぱい取ってくるわ。ああ、そういうことか。1個作りましょう。ちょっとプラスチックをまた集めさせていただきます。お願いします。何としてでも生き残らなければ。ここまで来たらそうですね。この残酷な世界で。よし、ヤシの木、ヤシの木があった。あとプラスチック、プラスチック。増築班、はい、お願いします。増築ね、したいよね。あ、俺もうその投げるやつ失ってるからさ、作んなきゃだね。そう、プラがないと。よし、プラ OK。 これで
水場 OK。 OK です。水場作ります。あれ、難しい。はい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 。で、水場。あとプラか。ここ置きます。あ、真ん中の方がいいのかな。ちょっと真ん中に置くね。ああ端っこから壊されるから。目の前のプラ。はい。で、次、グリル。グリル、グリル。島近づいてるよ。泳いで行こうかな。これで飲めんの？俺も液体を注ぎます。これ飲んでんの？やばいこれどうやって飲む？一回島行きます。これ飲んだ？待って、俺の水飲んだ。俺も今やばいんだけど。やばい状況。わー、倒れた。あ、俺今作った水。ジュリー、俺の水、はい、いや俺じゃないです。俺の水取った？俺じゃないです。おいここ増築してほしいですね。ああ帰ってこれた。オッケー、グリル作れます。作りますよ、みんなのために。これそしたら釣りでもしたいね。これをどうしたらいいんだ。あ、持っていくのか。なるほどね。はいはいはい、オッケー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 。で、これね。はい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 、オッケーオッケー。グリルいけた。ちょっと待って、ちょっと待って俺が作ってた水でしょそれ。おい、水がねえじゃんかよ。どうしたどうした、揉めてんのか。いや、俺が置いといた時間経つと水ができるから。お、なんで無視すんだよ。俺が育ててた水勝手に飲まれるんだけど。揉めるな、こんなところで死ぬぞ。揉めたらほら、これ水できてないですか、これ水。ほらやった入れるあー、飲める。あー、うまい。芋いつ焼けんだ。俺芋焼いてあげるよ、みんなの。マジっすか。うん、だから増築だけお願いします。どうか頑張る。プラスチック探す。まだ焼けないのこれ。あ、いけたっぽいんだこれ。拾う。よしよし、でよし、流れてきた。これを食べる。流れてきたー。プラスチック、プラスチック。オッケー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 。これで置く。次芋焼いてあげるから誰か食べな。あー、作れた。ほらほら、もう誰かしら餓死するでしょ。なんかでっかいボックス拾った。誰も聞いてねえ。お、スクラップとかめっちゃ入ってる。デコレーションパッケージってやつ。どっちか。いいですか、どっちか。ポテト、はい、ポテトいいですか。はい、どうぞポテト食べな。じゃあジュリのポテトも やってあげるから。本当っすか。うん、あ、板がね、あ、板入ってんのか。これ入ってないな。一回ちょっと待って、これ一回。あ、OK。 いただきます。はい、次ジュリ焼けたら食べな。あ、ありがとうございます。うん、増築もね。はい、もう俺やろうか増築。嬉しいです。もう次の段階行かないと。ポテト食べた？あ、俺まだ食べてないです。食べろって、死ぬぞ。あといっぱい作っといて。釣り竿ね。釣り竿どこだ？これか。あ、むずい。これか。あ、違う。これか？これか。うめえ！あー、まだ足りねえ。ガチうめえっす。よかったよかった。どっち組む？ちゃんとしてね。はい、頑張らせていただきます。ちょっと食べたら元気になったでしょ。はい。え、これなんだ。外すってな。よし、釣り竿作れた。ナイスです。ああ、生のサバを拾う。え、待って、これちょっと、何これ、どうしたの。やばい、悩んでるぞ、すごく。これはなんだ。え、ねこれ誰か、これ食べれる、これ誰か、ここの、うん、僕なんか拾いましたよ。食えた？はい。あ、オッケーオッケー、食っちゃっていいよ。せめて水を最後に美味しい水をいっぱいください。水を置く。よし、サバ焼けるぞ。サバの焼き具合も何ボタンでこれ引く？釣り、いや多分 R2 だと思うんだけど、タイミングがあれ難しいね。あ、釣れた。あれ、待ってよ、回収した。え、どこ行った。生のサバ置きます。あ、インベントリーに入ってんのか。
これを移動させなきゃいけないよね。ちょっと余りすぎると。これを食べる。こっちか。はい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 、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。やばい、俺みんなより賢くなってる。あ、これお水出来上がってんじゃない、誰か。あ、釣れてる。ね、釣れてたね。生のサバ。そうそう、サバ今俺焼いてるから、あ、焼いてそれ食べていいよ、ジュリとかも。はい。なるほど。お、オッケーオッケー。お、ニシン釣れた。オッケー、こんなもんにしといて、やることやって。サバ調理済みです。お腹空いた人。どうぞお食べ。あれ、サメの餌ってなんだろう。ちょっと気になるな、サメの餌。やってみ。これ拾って。サメ釣れるようになるんですか。生のニシン置いとくね。あ、どうす。サメ釣れるのかな。オッケーオッケー。だいぶ。熱いと置くってなんだよ。だいぶ生き残れるようになってきたよ。あ、もう。ベッド作りしようか、増築しつつ。ベッド？どれだ？あ、これか。釘？俺、釘2本持ってるっすよ。マジかっけえな。釘男っす。釘作れるわ、俺も。釘ができた。早く水できてくれ。ヤシの木か、やっぱ。ヤシの木。ちょっと待って、今、サメと目やってるから、俺。ん？気をつけて。さあ、オッケー、俺もベッド作ろう。あ、とりあえずここ増築して、ヤシの葉、ベッドどこ置こうかな。ベッドこれでも端っこ置いたらまた壊されるんだろうな。角度は、あれ、これ角度は決めれないのか。あ、なんか島作くないですか、俺ら。ほんとだ。なるほどね。あ、島つくね。なんか島につきますよ。この着いた時に何かしなきゃいけないんだよね、いろいろ。上陸だ。上陸だ、これは。これは上陸ですね。なんか、ココナッツとか。食べたら。いいっすね。あ、間違えた間違えた。生魚食っちゃった。終わりだ。あ、これ取れないのか。これどこ行けばいいんだ。そういうことか。よ。俺このゲーム最高に好きかも。多分このチャンネルを見ていただいてる方は分かると思うんですけど、喋らなければ喋らないほど俺好きなゲームなんですよね。え、スイカ拾えたんだけど、俺どこにあんのスイカとか。俺、田中さん、はい、顔上げてってカンペが出てます。俺今こうやってやってたわ。やばいやばい。拾ってるものどこ行ってんの。俺このままこの島で命を失うことになりそう。喉乾いたよ。ねえねえ、みんな大丈夫？俺しかいないよ。イカダ流れてるよね。どうする？え、待って、もうこの島にイカダは止まっていないってこと？いや、絶対そうじゃない。だって俺、あ、嬉しい嬉しい。まだパドルとかなんもないから。俺、今、イカダを探して水飲もうとして、うん、島の周り泳ぎ続けてるんだけど。皆さんどこにいますか？僕はなんかスイカを食べてます。スイカを食べてます。僕は今水を求めて泳いでます。うめえうめえ。あ、ついた。ああ、ダメだ、在庫の3分の2を失った。俺誰かの畑荒らしちゃってんのか。目を覚ます。あ、でもトマ、俺は今ここで生き残ってる一人で、俺は一人でもここ出てやる。あれ、置けない、いた。俺ちょっととりあえず島の海岸をずっと歩いていきますね。ユリ、俺さっきそうやってそのまま命を落としたよ。いや、俺はたどり着いてみせます。え、ちょっと待ってください、動物がいる。イノシシ、俺何も持ってないって。石の斧とかあればな。槍とかそういうこと？そうね。なるほどね。これはずっと永遠に続くわけだ。それがラフとか。いた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 。いや、分かってんだけど、その
なんか次の段階に進みたいよね。俺が君を捕獲した場合、俺は英雄なんで頼む。頼む。オッケー。海に落ちてくれ。よし。はいはい。でまたとりあえず釣り竿を作りました。俺ちょっと、ちょっとじゃあね。まず俺仲間を探さないといけない。でその間にまた釣りなりなんなりして。え、俺は絶対に合流する。ごめんな。もう俺たち あの島を出ちまったんだよ。え？じゃあ俺あのイノシシをやるしかねえってことか。もうあの島で一人で生きてってくれ。この島めちゃくちゃ豪華にしてみようか。やり作るか。ロープだ。じゃあジュリーもしかしてまだ島にいる？いや今泳いで船探してます。でもそろそろ俺も力尽きます。マジ？でも力尽きたら多分帰ってこれるですよね。うん、これめちゃくちゃ面白い。俺も力尽きて帰ってきたから昼間は眠ることができません。お疲れです。お疲れです。帰ってきた？はい、お疲れです。お疲れ。ありがとうございました。お疲れ、お疲れ。いらっしゃい。はい、皆さん合流しましたか？はい。はい、はい、ここでタイムアップでございます。いやこれは何時間でもできるな。これマジでずっとできますね。面白いわ。これずっとやりたくなるわ。でもこれはちょっとやり込んじゃうね。いやこれ面白いっすよ。面白いね。だって今締めのトークしてるけどみんなあのプラスチックフック投げてるもんね。海にね。少しでもイカダ大きくしたいと思って、ね、俺も今イカダ大きくしたね。これはハマるわ。いやこれはずっとできちゃいますね。今日5時間これでもよかった。いやマジそうっすね。うん、ゲーミングルームでもね、恒例ゲームになるんじゃないかなと。いやこれは面白い。はい、思います。この動画がいいと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。しラフト、はい、バイバイ覚えました。はい。